卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。今日は何をするんでしょうか。今日はサイコパスクイズをやりたいと思います。なるほど、クイズなんだ、診断じゃなくて。はい、クイズです。今からあるその問題を出すので、はい、サイコパスだったらこう答えるという。でもな、俺さ、でも結構知ってるからね。いや、これ知ってんねん。そもそもサイコパスクイズとかサイコパス診断って言って診断したらあかんねん。みんなそっちに寄せてまうから。サイコパスよりとか、サイコパスの答えを予想するってことね。でも、はい、アレちゃんもなかなかいつもサイコパスらしいからね。そんなことない。私はもう善良な人間やからね。ちゃんと税金も払ってるし。みんな税金払ってるよ。ちょっとやろっか。すいません。じゃあいきます、はい、これちょっと難しいの、なかなか答えじゃないと思うので、挙手制でどんどん答えていってください。うわ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 。じゃあ第1問。はい。あなたは親戚の葬式に妹と出席しました。リモート妹妹妹リモートです。リモートで主催。リモートで今時じゃないと思っちゃって最後。確かに妹とね、妹と今時代がね、ごめん、はい、妹と出席しました。そこにいた黒い髪で黒い服を着た黒い靴の男にあなたは魅力を感じた、うん、その男はあなたの妹の理想の男だった、うん、その夜にあなたは妹を殺した。殺した動機とは何でしょうか。はい、はい、もう一回会えるかな。その男と。正解です。それでもあんたサイコパスなんだな。本当だ。見て見てこの顔。サイコパスすぎ。でもさ、それ思うねんけどさ、妹に会わせてあげようという優しさなの、それって。妹の葬式でまた来るから、それで会えるじゃんと。妹はその黒ずくめの男を好きそうだって思ってるってことやろ。そう、妹も好きで自分も好きだ。でもさ、黒ずくめのやつは妹のこと好きかどうか分からへんじゃん。それも分からないよね。そしたら来るか、そいつ。でもほら、親戚の中のだから、同じ親戚だから来るんじゃない。でもそうだったら、なんか別にお正月とかにも会えるし。あの、こうやってこういうクイズに対してイチャモンつける人が一番サイコパスよく考えたら。チャンネル登録してね。第2問。サンタクロースが男の子にサッカーボールと自転車をプレゼントした。ところがその男の子は喜ぶどころか泣いてしまった。はい、あ、はい、あ、これもう私知ってるんですよね。はい、はい、私も知ってるんですよ。はい、どうぞ。いいですよ、うん、足がない。正解。ちょっと知ってるわ。これも知ってる。これ結構、これ有名。結構有名。それはサンタクロースがサイコパスってことでいいの？そう。その足がない子にサッカーボールと自転車あげたから。はい。そう。もしくは親ね。あ、親。もしくは親。もしくはないの？サンタクロースいるよ。でもなんか義足つけたらできるかもよ。あ、確かに。でも確かにそれを。頑張れよっていう意味で。ほんでもう最終的にはパラリンピックを目指すね、自転車競技とか。すごい、素晴らしい。サッカーとかある。映画にできそう。だって足がないからってサッカーできないなんておかしな話でしょ。そう、誰が決めたの。できるからね。そう、差別よ。そう、車椅子サッカーとかもありますから、ね、そうよ。みんなのアルバイト第3問。泣かされた。あなたはある人を恨んでいます。その人の家に忍び込み、その人を殺しました。無関係な子供とペットも殺しました。なぜでしょうか。それなんか、それやったことあるわ。それあれやね、はい、殺しろ。あの、証拠を消すためやろ。違います。それが普通の答えなんだ。普通の答えだね。あ、そっか。でもなんかもう一つあったよね、確か。それやったことある。なんか、はい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 、天国で合わせるため。あ、正解です。どういうこと、どういうこと。あの世で再会させてあげようと思ったから。恨んでんのに幸せ与えんの、天国行って地獄に突き落とすようなことしたら。最後は別に怖いってわけじゃないから。もうあ、なんかどっちかって頭がおかしい、はい、でも考えが、考えが違うんだっていう。天国で合わせてあげるって。まあ、だからその天国でこうなんていうの、話させるとかなんじゃない、うん。私たちやっぱり殺されてしまったね。それやったらなんかその人殺した後でその人の大嫌いやった離婚相手のなんか昔の写真を一緒に棺に入れて燃やしてあげるとか。でなんなら恨んでる場合殺さんと生き地獄を味わわした方がいいと思う。もっと最高かもしれない。あ、私妊婦なのかなと思ってた。あ、中にね入ってて。なあ、なるほど。でも 犬も殺したから。犬なんかそのなんか噛みついてきたんじゃない。
ャンネル登録よろしくな。まあ、次こっちの問題。あなたが殺したい相手があなたの前で、崖にぶら下がられて棒のようなものに捕まってようやく生きている、うん、あなたはどのようにして断崖の下に落とすか。はい、はい、指を一本ずつ切る。なんかそういう映画ありそうやな。正解です。正解なの。あ、私一回助けて突き落とすか。俺もそう思った。達也はずっと見てるかも。耐えきれなくなるの。達也は多分チンコ見せてくれる。そしたら助けてあげるよ。恨んでる相手だから、ね、でも恨んでるけどチンポに罪はない。分からない、チンポ系で恨みを買ったのかもしれない。じゃあチンポ持って引き上げるの。引き上げた直前で助かると思ったってことか。パスね。ゆきちゃんやばい発想が。確かに指を一本ずつ切り落とす。しかもチンポで持ち上げてるところがやばい。ほんでチンポで持ち上げてチンポも切ってよ。確かに。怖っ。え、どっちがいいの。鳥肌立ったんだけど。指一本一本か。私ないけど痛くなったわ今。したらもう指切られる前に自分から手離します。あー、わかるかも。じゃあ、達也がちょっとチンポちょっと貸してごらんって言ったらチンポで何だったっすね。ワンチンポ、ワンライフ。じゃあ今すぐこの状態勃起しなさいって言ったら、じゃあ起きさせてくださいって言います。まあまあいい、ちょっといい答えだったね。思うんじゃねえよお前もう。悪くないね。みんなのアルバイト。続いての問題。あなたは犯罪を犯し警察に捕まった。あなたは警察の質問に対し正直に全て話した。警察が掴んでいない事件も含めて全て。罪が重くなるのになぜ全て話したのか。自慢。正解。自慢。嘘。これだと知らんかったわ。あ、でもさ、実際にそれ、その事件あるわ。なんかうち見た、あのネットフィックスで見たけど、なんか全部やってないものを全部言いふらしてたの。そのなんていうの、もう取材の人が来てたりとか海外の人来てたりするから、もうしかもタバコも吸わせてもらえるし、そうそう、やったやつに加えて他のやつも あれもこうやってやったよっつって妄想で。みんなのアルバイト。じゃあ続いての問題です。はい。あなたはこれから刃物で人を殺します。はい。殺人に使う刃物を買いに行ったところ300円の刃物と3000円の刃物が売っています。あなたは安い300円の刃物を買いました。うん、なぜ。はい、これはもう分かるわ。経費削減のため。違います。はい、はい、あの切れ味が悪いから余計痛い。あ、正解です。あー、やだー。でも最近の100円ってすごいのよ。でもなんか3000円のやつの方がこういうのとか選べそう。こういうのこぎりみたいなのがパン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 切る包丁とかね。そう。ギザギザギザ痛いでー。痛いうわ痛い。うわ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 。続いての問題です。はい、あなたは泥棒です。泥棒。はい。真夜中に、人の家に入り込んだのですが、そこの住人に顔を見られてしまい、住人はクローゼットの中に隠れました。あなたがナイフを持っていたとしたらどうしますか。そのはい、はい、出てくるまで待つ。あ、正解です。なんで待つん。怖がらせるため。で出てくる、いつまで出てくる、いつこういうふうに待っとけばさ、出てきたとしても殺せるしさ、そのビビってる姿が楽しいんだよね。あ、そう、それに燃えるんでしょ。そうです、怯えてる姿が興奮すると。へえ。ちなみに達也さんもうすぐあのパンツのなんかイベントに出てパンツを露出するね。物の先っぽを誇張してやっぱりちょっと皆さん見せびらかす、うん、見せびらかしながらブースに立ちたいなって。あのさ、そんな真面目な顔で聞かない。そういうエッチなイベントじゃないの。そう、ちゃんとしたイベント。ちゃんとしたイベントの本当パンツのブランドのね。みんなのアルバイト。じゃあラスト。はい。あなたはヒッチハイクしている女性を拾った。しかしとても無礼で不愉快な女性で、あなたはその女性を、殺したくなった。だがあなたは女性に何もせず家まで送り届けて、あなたもその場を去った。なぜ何もしなかったのか。後で殺す。答えは、家まで送り届けることで現場の下見をした。そうだよね、家がわかるからね。はい、なるほどね。めっちゃ正解してるじゃないですか。もう全部正解してるんで。
めてよ、私その手の本当に重罪の謝罪文はやりたくないよ、YouTube で。謝罪文出しても許されへん。もう許されへんないよね。出す意味もない。でもサイコパスってすごいさ、悪い印象のさイメージあるけど、本当はそうではないんだよね。そうなん、そう、本当はその人とちょっとまた考え方が違かったりとかするだけであって、天才肌が多いんだって。天才科学者とかもサイコパスが多いって言うでしょ。そう、ダヴィンチとかもなんでサイコパスだったって言うでしょ。サイコパスとその天才肌って一緒じゃないんじゃない。なんかでもサイコパスとさオクトパスどっちが好き。オクトパスだ。オクトパスだ。絶対的にオクトパスだ。オクトパス大好き。もう次の問題に行くの。はい、はい、あ、企画これで終わり。あ、終わり。じゃあ、まあ、一応達也がサイコパスということで、はい、今回は以上になります。でもなんだかんだなんか指切ったりチンポ切ったりする、うん、ね、ゆきちゃんもね。ゆきちゃんも、あ、でも答え知ってたから。そうそうそう、ゆきちゃんもちょっと危ない。ゆきちゃんもなかなかと思ったね。だからここ二人とかも揃ったら多分一狩り行ってるよね。そう、一狩り行こうぜ。モンスターハンター。はい、以上でした。ありがとうございました。